皆さんお元気ですか？今日は机のレイアウト5選やってみます。ハッピーライフ。これが普通の机の状態なんですが、今ハッピーワンプラスは机の幅も少し狭くなって通りやすくはなってるんですが、やっぱりこの足移動するときに当たっちゃいますので、このここで今はこう曲げられるようになってます。なのでちょっと斜めにこういう風に出して止めてみます。するとこれで固定されます。じゃあここ広くなるので移動もスムーズにできます。ただやっぱりこの机をつけたままここの引き出し出す場合、完全に開かないので中のものがどうしてもやっぱり取り出しにくいです。なので、ゆくゆくはからゆさん考案のからゆテーブルにまた変更していきたいと思います。ハッピーライフ。では2つ目の机の使い方いきます。このレールはオプションなんですけれども、高さもいろんなところ好きなところでつけてもらえるので、我が家はちょうどこのギャレーと同じ高さにつけていただきました。そしたらこのクッションがちょうど机の足になって高さが至ってありますから、 L 字で広く使うことができます。ハッピーライフ。では3つ目の机の使い方です。うちがよくやっているのは対面で座りたいとき、まずシートをこの字にします。そしてまたこのクッションが大活躍なんですが、机をこのクッションの上に置いてこのギャレーのところに置きます。できたらここに滑り止めのやつをつけとくと安心です。これで対面でおしゃべりしながらご飯食べたりお茶したりよくしています。ハッピーライフ。それでは4つ目の机の使い方です。これはオープンカフェをイメージしました。それではやってみます。まず机をこの冷蔵庫のところにこっち側を掛けます。そしてこの足をちょうどこの高さに合わせておいて、こちらに置きます。するとなんということでしょう。外を眺めながらオープンカフェの気分でお茶ができます。ハッピーライフ。それでは5つ目の使い方です。これもオプションになるんですが、外のところにレールをつけて机をこのように使います。バーベキューの時なんか便利ですよね。ハッピーライフ。では3つ目の机の机ロレツが回らなくなってきた。では4つ目の机の机、じゃあ2つ目の使い方いきます。このテーブルをうちはこのギャレーと同じ高さにちょっと机の使い方5選いかがでしたか？いろんなシーンに合わせて机もいろいろ使い分けてみてくださいね。それではまた。